こんばんは。皆さん聞こえますでしょうか。聞こえる方は、メッセージで教えていただければありがたいです。あ、よかったです。もう少ししましたら、シェリーさんが、入ってきていただけると思います。あ、そして同級生の吉田君も入ってきてもらえます。しまるさん、こんばんは。あ、よかったです。 まずは月さん、シェリーさんはじめ、このツイキャスを運営されている方々に深く感謝します。そしてこのような機会を与えていただいて、本当にありがとうございます。金曜日に内閣府の方に 横田早紀江さん、お母様と吉田君と、そして新潟小学校の時の先生、中林先生という方と、あと横田さんの川崎の同じマンションの隣にの部屋に住んでらっしゃる森さんっていう方とですね、一緒に行って、加藤大臣に面談してきました。その時の様子とかですね あと今まで、同級生が何をしてきたかっていうのをお話しさせていただきたいというふうに思います。シリーさんは入ってこれますか？そうですね、まず金曜日にさせていただいたのは、9月の11日に新潟で、同級生たちで、横田さんとご両親、そして拉致されたすべての方々のためにチャリティーコンサートを開いたんですが、その時にご来場の方々に、300席だったんですけど、完売で、政府へのメッセージを書いていただいて、でそれを、金曜日に加藤拉致担当大臣にお渡ししたっていう感じでした。ごめんなさい、ちょっと私コラボろくにしてなかったようなので、ちょっと今一度あ、そうなんですか。わかりました。すみません、ごめんなさい。池田さん、ちょっと声聞老こえ眼まなすんか。はで、い。ラジオコラボ6あ、になっいてえいました。失礼しました。え。あ、なってました。よかったです。はい。皆さん、ハウリングしてませんでしょうか。こんばんは。吉田さん、もうすぐ来られると思いますが、多分先ほど、ちょっとメッセンジャーでご連絡したんですが、すみません、月さん、もう一度、ちょっと吉田さんにお声掛けをお願いいたします。はい。あ、音声バッチリですと。ありがとうございます。はい。今日は皆さんたくさん集まっていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、たくさん、本当にたくさんの方来ていただきまして、本当にありがとうございます。あ、とても聞きやすいですと、ありがとうございます。今日は本当に貴重な機会をいただきました。横田めぐみさんの同級生の代表をされている池田正樹さんと、もうすぐ来ていただけると思いますが、同じ同級生の吉野直也さん、バイオリニストの、はい、拉致被害者の救済のための啓蒙活動コンサートとかされていらっしゃる方です。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、ちょっとはい。
すいません、吉田さんお待ちしたいと思います。ごめんなさい、池田さん。あ、いえいえ、いいんです、いいんです。はい、はい、大丈夫ですか。はい、もうあの開始5分で、94名の方、たくさんの方来ていただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ね、本当にあのすごく感謝します。ね、そうですね、待っている間ちょっと池田さんとお話ししてあの吉田さんを待ちたいと思います。はい、はい、はい、たくさんの方ご挨拶ありがとうございました。すいません、一人一人の方にあのご挨拶をお返ししていませんが、すいません。コインお茶たくさん ありがとうございます。これはもう本当に池田さんへの今日の頑張ってくださいとお話を聞かせていただきますという皆さんのエールです。あ、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。このツイキャス自体 の, そのシステムとかよくわからない中で、はい、コインとかいただくとこう、はい、こう30分以上話せるって話ですよね。あ、そうなんです、そうなんです。はい、頑張ってくださいという本当にお気持ちで皆さん送ってくださってますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、100人超えましたね。はい、ありがとうございます。もう本当に一人でも多くの方に今日はちょっと真剣に心からの訴えを聞いていただきたいんですね。はい、ツイキャスっていうのは生放送なんで、はい、もちろん編集もありませんし、制限もありませんし、吉田さんと池田さんの時間が許す限り思いの丈を、はい、ありがとうございます。いろいろ心にいっぱい訴えたいお気持ちがいっぱいあると思いますので、はい、はい、いろんな方への、はい、メッセージもありますでしょうし、預かってこられてる、はい、ぜひお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。そういたしましたら、はい、金曜日にどんな、はい、感じで加藤大臣と面談したかっていうのを少し概要を話をして、そして吉田君を待つことにしましょうか。あ、はい、わかりました。ではお願いいたします。はい、さっき少しお話ししましたように、まあ、同級生で、はい、新潟で、拉致コンサートをしてですね、その時のご来場者の方々に政府へのメッセージをお書きいただいて、それを、はい、金曜日に加藤大臣にお渡ししました。でその中には加藤大臣とそして安倍総理への手紙も、まあ、それこそ思いの丈を綴った手紙を私の方で、はい、書かせていただいて、まあ、コンサートのパンフレットもプラスで入れさせていただいて、お渡ししました。はい、そして内閣官房の、まあ、拉致対策室の方がですね、挨拶の順番までこう決められていて、まあ、その前に入場、なるほど、入室する順番も決められていてですね、あとはそんなにそんなに厳しいですか。はい、そうなんです。はい、座る席も当然決められていてっていう感じでした。なるほど、はい。そして実は、はい、まあ、16時から始まったんですが、時間は15分だけだったんですね。15分ですか。はい、はい、ただ、実際は35分ぐらい一緒に話を聞いていただきました。はい、あ、なるほど、よかったです。その間は秘書官の人たちが、はい、まあ、次の予定もあるんでしょうからだったと思うんですけど、はい、もう次大丈夫か大丈夫かみたいな感じで、はい、立ったり座ったり立ったり座ったりそわそわ してるような、してた感じでした。はい、おかしな話ですね。でもね、だってそうじゃないですか。拉致担当大臣なんですからお仕事なわけですね。はい、拉致被害者 の, ご家族や関係者のお気持ちを聞くというのは職務ですよ。そうですね、木田さんたちは、うん、ね、また仕事を、ね、中断されて新幹線に乗って東京まで来られているというおかしな話だなと思うんですけども、うん、まあ、そうですね、うん、はい、
そして挨拶の順番まで決められてまして、まあ要するに発言する順番まで決められていてですね、そうですか、はい。まあそれはいいんですけど、まず最初に私の方で、まあ今回の趣旨と、まあ、ご挨拶と伝えたいことを話をさせていただきました。で、まあ、その後早紀江さんが話を、お母さんが話をされて、そして吉田君という順番で、話をさせて、いただいてました。早紀江さんの、お話はどういった感じでしたか？もう本当にもう時間がないと、もう何回も聞いてるでしょうけど、もう本当に時間がないんだから何とかしてほしい、こんなひどい目に遭ってる子供たちを助けてほしいというふうにおっしゃってました。本当にね、早紀江さんはもうそのセリフを今まで政府に何回おっしゃったんでしょうね。本当ですね。拉致被害者のご家族皆様、本当に。そして聞かれてる大臣の感じはどうでしたか？まあ聞いていただいている大臣は、まあ、ちょうど僕の左隣に座ってらっしゃって、そして、真ん前に早紀江さんが座ってらっしゃって、右に吉田君がいたんですけど、まあ、普通に、まあ、淡々と聞いていただいてたっていう感じでしたね。そうですか。僕の方で、まあ、何回も新潟で、コンサートをさせていただいてますけど、今吉田君からアクセスが来たん来でら許れま可ししたましね。た。すいまちょっせん、と遅くなりましすいません、お仕事中断た。になりますが、ありがとすういごまざいせます。ん、よし。すいません、ご参加ありがとうごやっざいとまです。きた。皆さごん、めんなさい。ありがとうございます。はい。今吉田直江さんコラボ入っていただきました。はい、遅れてすいません。いえいえ、よとかっんでたもでないす。です。本当にお忙しいのにありがとうございとんでまもす。ないです。今吉田さんと木田さんとソロコラボ参加していただきました。今日このお二方にお話をお聞きしたいと思います。皆さん、はい、よろしくお願いします。一生懸命はい、よ聞いろてしくくおだ願いさいしまね、す。本当に。よろしくお願いいたします。ちょっとだけすいません、音声の方大丈夫でしょうか？大丈夫ですかね。はい。よかったです。月さん、ありあ、がハウリとう。もよろ OK しくと。お願いでは、すいません。今、吉田さん待っている間に、すいません。お待ちしている間に、池田さんから、会談の様子を聞いてました。すいません。まだ途中なので続けてもよろしいでしょうか？はい、もちすろんいでません。す。では、池田さん、続きをおそし願いいてたします。僕の方で、もう本当にお母さんもお父さんも、今回の今年の新潟でのコンサート、もうご高齢で来れなくなって、もうそれだけでも時間がないっていうのを今更ながらお伝えしたいっていう話をして、そして吉田君の方でまたその次に、もう本当に返してほしいっていう強い言葉をですね、言っていただきました。その言ってくれた言葉の、具体的な結果がもう今年来年もう本当に限界だから、僕たちが活動しているのはもう限界があるんで、政府、安倍総理、加藤大臣が具体的なアクションをして僕たちは結果が欲しいんだというのを心から叫んで加藤大臣に話した時に、もう加藤大臣がのけぞってですね、まあそんな感じの会談でした。
旦後ろの方に行ってですね、はい、少し自分で心を落ち着けるようにこうお茶を飲んだっていう、はい、そんな場面がありました。うーん、おかしなことですね、はい、それぐらい あの訴えがあっても当たり前っていうふうに思っていただかないとっていうふうに私からしたら、まあ、あまりにも吉田君の魂からの言葉だったんで、はい、余計そうだったと思います。はいはい、そんな感じだったよね。よし、すいません吉田さん、はい、吉田君は話できますか。そうですね、まあ、はい、今してるんですけど聞こえますか。はい、話してるんですけど聞こえますでしょうか。あ、聞こえます。はい、大丈夫です。聞こえないでしょうか。はい、はい、大丈夫です。あ、聞こえる？吉田さん、聞こえにくかったら聞こえるところまでやってくださいね。マイクを口、はい、よし、マイクを口の方に近づけて話するといいらしいですよ。はい。口の寸前まで持ってきてるんですけど、よく聞こえますよ。大丈夫です。はい。これ聞こえづらいですか。あ、はい、大丈夫ですよ。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、いや、大丈夫です。はい。はい。はい。ちょっと吉田君の声が途絶えてるので。はい、そうですね、毎年、そのアンケートを持って、まあ、古谷大、そっから、途絶えてますか。どうすればいいんだろう。少し。いや、もしも大丈夫ですよ。時々なんかちょっとだけはい、大丈夫ですよ。そのまま話してくださいよし。いや、私は、そのまま話してくださいよ。はいはい。大丈夫ですか。皆さんには聞こえているようなので、はい、大丈夫です。はい、はい、大丈夫です。はいはいはい。はい、古谷大臣の時から、まあ、オールジャパンでということで僕たちも一緒に政府も一緒にということでやっていたので、はい、なんて言ったって僕たちはお願いする立場なので、はい、変な話ですけども、良好な関係を保ちながら一緒に進んでいくしかないってずっと思っていたんですね。でその姿勢をずっと貫いていたんですけれども、はい、わかります、まあ、そうだね、古谷大臣から、はい、山谷大臣に変わって、また加藤大臣に変わって、で振り返ってみると7年経って8年経っても何かないっていう現実になって、に目の当たりにして、今まで初めから7年8年前から時間がないってことをスローガンにしてきましたけども、はい、その意味合いとこの 1,2 年の、はい、まあ、加藤大臣になってからちょうどぐらいですけどもの茂さんの老化の速さ、はい、これはもう急激に進んでいて、今までのような訴え方じゃダメだなっていうことをすごい強く感じる年だったんですね。それで、まあ、池田君には同級生の代表としてやっぱり政府とは良好な関係を持っていてもらわないと、これ拒否られたら、例えばこういう大臣と会うっていうまでにこぎつけるまでもやっぱりいろんな手続きとかそういうのがあるわけで、その時にいろいろやっぱり確認とかもされるんですよね。何のために来るのかとかいうことをいろいろ聞かれたりするんですけども、その時に、はい、その時に初めから強く訴えますとかいう話をしちゃったら、多分12月に会っていただけなかったと思うんですね。そういうやっぱり現実があって、で池田君にはそういう真摯な態度で接していただいたんです、はい、で僕も、はい、古谷大臣じゃない、すいません、加藤大臣に最低限、はい、なるべくこう失礼のない形を取
ながら、でもやっぱり本当に時間がない、本当にもう僕たちが欲しいのは結果だけだってことは強く訴えさせていただきました。すいません、少し話をさせてほしいんですけど、ゆし、少し話をさせてほしいんですけど、はい、まあ、その、はい、会談の前に、はい、国会記者会館の1階のまあまあ、レトロな喫茶店でみんなで打ち合わせをしたんですね。その時に、嫌われ役は僕が、もう辛い嫌なことは僕が言いたいことは僕が言うからっていうのを吉田君が言ってくれて、そして池は代表なんで、嫌われるわけにはいかないからっていう、まあ、そんな自己犠牲の発言を吉田君が言ってくれてですね、そういう自分はいいからっていう、そういうやつなんですね、吉田君は。余計僕は一致団結して、面談に会談に行けたんですけど、本当にありがたい、誇りの同級生です。ごめんなさい、よし、続けてください。とにかく政府とはちゃんと交渉しなければいけないので、それにはやっぱり反抗的な態度では絶対にこう交渉面談とかしていただけないのも、そうだね、と今までの、ね、体験経験上分かっていたので、それで僕もそんな何拳を上げてとかそういうのは絶対良くないと思うんですよ、はい、自分自身そういう、もうやっぱりやってもらうのは政府だと思ってるんで、いろんなこの今のネット見ててもすごい政府批判とかありますけど、でもやっぱり結果を出して結果をこうちゃんと実行してくれるのは政府しかいないので、そこはわきまえていかないといけないと僕は思っているんですね、うんうん、その中で訴えられることはちゃんと訴える姿勢を貫くしかない。はい、被害者のご家族が高齢だったら、はい、わざわざ議員会館っていうか大臣室に呼ばなくても、うん、副大臣でも何でもいいから、うん、被害者の家に行けと私は思うんですが。本当ですね。そうですね。ね、すみませんね、ごめんなさいね、同級生の方に、お気持ちとしてはすごいわかります、はい、僕もそういう気持ちはすごいあります。ただ、はい、ですよね、はい、本当にね、わざわざ別に大臣じゃなくても構わないわけです。はい、ですね、今の時代で僕個人では、はい、本当は、はい、もう結果だけなので、結果を急いでるわけですから、こういうことをやっていただくこともすごい大切なことだし、コンサートもすごい大切だと思うんですけれども、やっぱりもう安倍総理が金正恩と直接会って、そうですね、はい、一対一で会って解決、それしかもう道はないと思ってるんですね。それ以外のことってすごいなんか遠回りだけしてるだけだから、本当は安倍総理に直訴したいっていうのが僕たちの気持ちなんですけれども、そこにはやっぱりなかなか現実問題として難しいわけで、 はい、それでまあ加藤大臣、それでもお会いしていただいたってことは、うん、一歩は近づいてるっていうことだと僕は思ってるんですね。周りでこう、はい、ありがとうございます。すいません、シリさん、吉田さんはコンサートのね翌日だったから本当に、はい、シリさん、はい、ちょっとタイムラグが少しあるみたいなんですけど、はい、シリさん、よし、はい、そうなんですか、はい、いいですか、少し話して、はい、どうぞ、はい、その会談が終わって、その後、まあ、ぶら下がりの取材があって、はい、そしてその後は実は政府の方が北朝鮮に向けてラジオ放送をするっていうのをやっていて、一人一人めぐみさんとか、はい、あるいは
北朝鮮でラジオを聞いている拉致された方々のに向かって、はい、あの頑張ってくださいっていう意味のメッセージを1人 3,4 分、はい、話したんですね。そしてまあ少し後にきっと放送を、まあ、ごめんなさい、必ずされると思うんですけど、はい、そんなアクションがありました。そして佐紀江さんの方から今日いらっしゃった、まあ、同級生たちと、まあ、会食をしたいっていうので近くでまた会食をする話になってですね、まあ、ありがたい話なんですよね。そしてその会食のところまで行く間の車の中で、実は佐紀江さんからこのツイキャスを聞いていただいている方々にメッセージをお願いしますっていうのを僕の方からご依頼をしまして、まあ、ツイキャスね、聞いていただいている方々いっぱいいて出たり入ったりするんで、まずそれを最初に流させていただきたいんですけど、よろしいでしょうか、シールイさん。はい、あ、すみません、吉田さんとコラボ終了されましたね、はい、すみません、そうですね、もしタイムラグがあるなら私も入り直した方がよろしいでしょうか。私とシェリーさんはタイムラグはなさそうですね。あ、そうなんですか、わかりました、はい、すいません、そしたら、今流していただいてよろしいでしょうか。そしたらですね、ごめんなさい、はい、吉田君、この横田早紀江さんの、はい、メッセージが終わったらまた入り直してください。じゃあこれからその早紀江さんの、はい、皆さんへのメッセージを流させていただきます。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は北朝鮮に拉致をされた横田めぐみの母親でございます。日頃は本当にたくさんのお世話になりましてありがとうございます。今日は拉致担当大臣の加藤大臣と内閣府で、会う日を備えていただきまして、新潟からは懐かしい中林先生、そして吉田直也さん、池田さんやお友達たくさん来てくださってですね、皆さんと一緒に加藤拉致担当大臣にこの拉致被害者の救出のために一生懸命に訴えさせていただきました。皆様方のこのことに関しての感想もたくさんお渡しすることができました。で、安倍総理にもそのことを伝えてくださいと言って、みんなで一人一人が熱心に請願っていうかお願いをしてまいりました。40年もかかって今も新潟の松林とか海岸とか、めぐみたちが歩いていた道とか、私たちはどこに行ってもどこに転勤をしてもその場所が忘れられなくて、とっても悲しい思いでしか思い出せないんですけれども、あそこから消えてしまっためぐみちゃんをなんとかして日本に取り戻したいという思いで、たくさんの被害者とともに早く助けてくださいと言い続けております。本当にこのようにいつも私たちを励まし助けてくださる皆様に本当に感謝をいたします。これからどうなるか分かりませんけども、みんなが元気で子どもたちを待っていてあげようと思っております。一日も早く帰国が叶いますように、どうかご尽力くださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、皆さんよく聞こえましたでしょうか。私はすごくよく聞こえました。佐紀江さんのいつもの、メディアから聞いている優しいお声が聞こえました。皆さん聞こえましたか。大丈夫ですと、はい、聞こえたようです。よかったです、はい、よかったです、はい、吉田さんよかったらコラボですね。はい、ですね、今
集まってくださっている138名の方に、はい、今からまた吉田さんがコラボに入っていただきまして、めぐみさんとの思い出話とかを今からお聞きします。で、はい、皆さんに私がちょっと一つお願いがあるんですが、はい、今集まっていらっしゃる方、もうね、頑張ってくださいとか応援してますとか、そういうのより一歩前に出ていただけませんか。私ツイッターにも書きましたが、本当の仲間を探してらっしゃいます。一緒に戦ってくださる、あなた自身がこの拉致問題を絶対に解決させるんだという強い意志で一緒に戦ってくださる仲間を探しています。理解者じゃなく発信者になっていただきたい。もう時間がないんです、本当に。シェリーさん、ありがとう。これ以上被害者のご家族、実はこの、はい、メッセージをお母さんが、はい、録音していただいた後にも、はい、この、まあ、いろんなツール、インターネットのツール、このツイキャスで、はい、そんな風に心から帰国を望んでいらっしゃる方がいらっしゃることを知らなかったことを許してくださいっていう風におっしゃってました。はい、いやいや、そして泣いてらっしゃいました。私ごめんなさいと池田さんにメッセージを、はい、お伝えしていただけましたでしょうか。早紀江さんにごめんなさいとお伝えくださいと、はい、はい、皆さんがここにいらっしゃる皆さんが発信者になってくださいね。身近な方、ご家族やご親戚、職場とか、あと署名活動、何でもいいです。何かしてください、お願いします。世論の高まりしか、もう私たちは政府じゃないから、政治家でもないから、そうなんです。世論回帰というか世論再燃しかないんです。で、この国に拉致問題を風化させたい勢力はあります。過去に拉致に加担したそういった勢力があるんです。詳しいことは、お母さんもそのことをおっしゃってました、加藤大臣に。はい、実はそんなこともおっしゃっていて、はい、そうですよね。お母さんはわざと、はい、加藤大臣の左側で、はい、その存在は何だか分かりませんがっていうふうに言いながら、はい、嘆願してらっしゃいました。はい、そうですね。で、ですね、その風化させたいというか、もう拉致問題を消したい勢力よりも、この国は日本人が多いんです。ほとんどの方が良識ある方だと思います。その方たちが立ち上がれば、そんな勢力よりも大多数の人は問題解決を取ってます。ですから、ここにいらっしゃる方々皆さん、これからお正月にもなりますし、ご親戚の方にもお会いするでしょう。でも、メディアはあまり拉致問題を取り上げてくれませんが、発信者になってこの拉致問題解決しなきゃいけないっていう方を増やしてくださいね。本当に本当にお願いいたします。そのために、池田さんは今からいろんなめぐみさんのお話をしてくださいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、吉田さん戻ってこれそうだったら、いつでもコラボで入ってくださいね。お願いします。はい、はい、それではお待ちしながら、めぐみさんのお話をお聞きしてもよろしいですか。はい、どうぞお願いします。はい、それでは、そうですね、まだめぐみちゃんが自分の将来、そういったこんな残酷な運命が分からなかったような、まだ幸せな子供時代の話をお聞きしてもいいですか。
はい、どうぞ。はい、ママでしたか。ちょっとシリーさんの声が途絶えちゃって、あ、そうですか、聞こえなくなっちゃったんですけど。ごめんなさい、今は大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。小学校時代とかのめぐみちゃんってどんな女の子でしたか。まあ、小学校にの時に転勤に伴う転校で、はい、新潟小学校に来て、はい、で小学校中学とたまたまなんですけど、ずっと同じクラスで、はい、あ、そうなんですか、ずっと同じクラス、はい、まあ、最後は同じバドミントン部だったんですけど、はい、小学校の時の横田さんは、はい、同じクラスでたまたま、まあ、こう同じ、まあ、班に分かれてこう、はい、給食を食べてたんですよね。で、同じ班で給食をこう机をこう寄り添ってこう6人5人ぐらいで食べるんですけど、その時に、はい、めぐみちゃんは、はい、こうわざとこう給食を食べながらこう人を笑わせようとするんですよね、はい、なるほど、とんちの聞いたことをこう言って、そして人がこう笑ったり喜んだりするのを自分で喜ぶっていうような、そんな子なんですよね。あ、明るいお嬢さんだったんですね。その話を初めて、金曜日にお母さんにしまして、はい、あ、そうですか、直接してですね、めぐみちゃんは明るくて自分の家の太陽だったっておっしゃってました。そんな子、北朝鮮の工作員が1977年に大人と勘違いして間違って連れてって、はい、その工作員は子供じゃないかっていうふうに怒られたらしいです。まあ殺されはしなかったでしょうけど、はい、リーダーのその一言の指令によってそうされたんですよね。はい、おそらく、まあ、拉致された方々の中で一番年下だったでしょう。はい、余計怖かったでしょう。分からない方々に、ご存じない方々にお伝えしたいのが、はい、船に乗せられて船底の部屋に押し込まれて、一人で新潟の海岸から何十時間もそこに、北朝鮮についてその部屋を開けたら横田さんの爪は、お母さんお母さんって壁を爪で、もう爪のところからもう血が出ていて、嘔吐していて、屈強な北朝鮮の工作員が目を背けて見られなかったっていうふうに、そういうふうに一つ代で聞きました。はい、そうですね、はい、40時間だったと思います、確か。寂しそうな目をした、はい、より中学の服を着た横田さんの写真がありますけど、あれは北朝鮮に着いてから写真を撮られたそうですけど、ごめんなさいね、シェリーさんはご存知かもしれませんけど、皆さん知らないと思うんで話するんですけど、知らない方もいらっしゃると思うんで話するんですけど、その写真はお母さんは
十数年前にもらったそうですけど、一目見ても隠してもずっと見られなかったらしいです。なんか泣き荒らした目ですよね、本当にね。すみません、なんかここはどこ、663に対する捜査っていうのが出てきたんですけど、なんかこれどうすればいいんだろう。え、そんなのが出ましたか。うん、はいはい、それは何か選ぶようになってますでしょうか。あ、はい、ごめんなさい。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、吉田君のコラボをフォローし、許可しましたんで。あ、はい、吉田さん戻ってきていただきました。はい、すいません。はい、戻りました。すいませんでした。はい、いえいえ。あ、ユシは聞いてました。聞こえてはいたんだけど、さっきから入れなかったでした。はい、あ、そうなんですか、すいません。はい、はい、今吉田さんがコラボになってない間に早紀江さんのメッセージを、池田さんが聞きました。はい、はい、流していただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、吉田さんからもめぐみちゃんの子供の時の、何かエピソードというか、めぐみさんって言わないでめぐみちゃんってどうしても言ってしまうんですが、そうですね、はい、めぐみちゃんの池は同じ小学校同じクラスだったんですけど、僕は小学校は中学校で一緒だった、うん、で中学1年生、はいはい、そうなんですね、中学1年生の同級生だったんですけ ど、はい、で、はい、正直言ってそんなに親しくはなかったんです、はいはい、僕はだから、うん、池田君みたいにその個人的なエピソードとかそういうのはほとんどないんですね。あ、そうなんですね。はい、ね、でも帰り道とかはめぐみさんは見かけてたんですね。バドミントン部で、うん、そうですね、帰り道見かけ、はい、うん、それはもう本当に日本海に向かって一直線の上り坂の通学路、本当に一直線なんですけども、その道を歩いてるのをよく見かけていた記憶、はいはい、ほとんどね、そのくらいなんですよ、僕としての記憶としては。 あ、そうなんですね。あとは歌を聴いて、うんうん、はい、すごい歌がうまいなっていう思い出、そのくらいの思い出でした。はい、あ、吉田さんの記事を見ました。ソロでね、めぐみさんが歌われたと。はい、はい、はい、うん、そうですね、それも、はい、シューマンの慣れし故郷を放たれてっていう、ねえ、なんとも言えない、流浪の民をね、 まさにね、はい、そうですね、流浪の民を歌ってる、うん、あれを聞くともう本当にもうなんかね、全てがこう、僕は早紀江さんには申し訳ないんですけど、神とかそんな信じてるとかクリスチャンとかじゃないんですけれども、全部がなんかこう繋がってるんですよね、はい、なるで、なんか暗示というかね、小学校の馬場義江校長先生、はい、そうですね、馬場義江校長先生、はい、あの人が文集、はい、今ここに目の前にあるんですけども、1977年に卒業した時の、はい、ここにはめぐみさんの、なるほど、はいはい、作文も載ってるんですね、載ってるんですけど、荒波ね、はい、あ、はい、タイトルが荒波なんです、はい、ね、池ね、池、そうだよね、荒波で、なんで荒波、うん、うん、見てつけたかって言ったら、出てるんです。荒波ね、食のが、ではまた食店でも、はい、血の流れて、もう、ケースで、そんなことずっと書いてあって、
まさに皮肉にもですね、この文春のまんまのことが今起こっているわけですね、それで、はい、めぐみちゃんの作文にも将来のこれ、すいません、吉田さん、あ、ちょっと落ちられましたね。大丈夫ですか、ちょっと電波状況が悪くない、悪いんでしょうかね、うん、ちょっと時々音声が途切れてましたね。池田さんどうでしたか、はい、クリアでしたか、吉田さんの声がちょっと途切れる時があったんですが、ごめんなさい、吉田君のネットワーク環境をちょっと聞かなくて、多分まあ、Wi-Fi だったと思うんです、Wi-Fi だと思うんですけど、あ、はい、はい、あ、ちょっとラグがひどくなって吉田さんの声が途切れがちですと、はい、もしよかったらもう一度グラブを、すいません、よろしくお願いいたします。そうですね、入れそうでしたら一度何かスマホのメモリー解放か何かされてから、はい、すいません、よろしくお願いします。なるべくこう電波のいい場所からお願いいたします。すいません、はい、ありがとうございます。はい、その私も吉田さんの先ほどの猫さんお茶ありがとう、はい、荒波の話の記事も読んだんですが、去年の、11月ぐらいに、あ、そうなんですね、はい、吉田さんがインタビューを受けてらっしゃる記事を読みました。はい、実はその時に、はい、はい、はい、あ、いえいえ、いいですか、どうぞ。なんか吉田さんは学校で、めぐみちゃんがいなくなったことは担任の先生から次の日に学校で聞いてびっくりしたっていう記事だったんですが、そうですね、はい、池田さんはあ、もちろんです、同じクラスなんで横田がいなくなったというふうに、あ、はい、佐藤勇先生から聞きました。はい、ユシが来てくれたんで、また吉田さん、はい、戻れましたね、はい、分かるんだ、吉田さん聞こえますか、大丈夫ですか、はい、聞こえます聞こえます、うん、はい、大丈夫だよ、あ、今大丈夫です、はい、はい、でその時はやっぱりもう どよめきですよね、クラスは。そうだね、そうですね、いなくなった時ですか、はい、もう、はい、そうです、もういなくなった時はね、もちろんみんな本当にびっくりしましたよね、はい、誘拐か家出か交通事故か、うん、事故か、うん、事件か、うんうん、全く分からないで、はい、でいきなり警察がね、はい、学校に来て、あ、やっぱり学校にも、そうですね、はい、池は調べられた、みんな調べられたよね、ね、最初は ね、 ね、何人か調べられて、そしてはい、何1ヶ月後ぐらいだったか何週間後ぐらいだったかの図書館に新潟県警が来て、全員事情聴取を優しい感じで受けたんだよね、そう、全員が詳しく何か知ってることはないですかってことですよね、そうですね、そうですね、手がかりがないかっていうことを聞かれたのは、それはもうすごい覚えてますね、うん、それで、まあ、みんなも本当に、もちろん、はい、何なんだろうなっていう話はいろいろしてて、そうだね、まあ、はい、誘拐か家出説は結構やっぱり交通事故、はい、家出、うん、っていうのはすごい、はい、強く噂はありましたけど、何ヶ月経っても何にも、はい、もし誘拐だったら身代金要求とか交通事故だったらあるだろうと、跡が残ってるとか、はい、うん、はい、そういうのは全く出てこないんで、そうですね、はい、うん、
本当に何なんだろうねっていう、不思議だねっていう、うん、13歳の女の子がね、まさか、うん、いうのも、うんうん、ちょっと考えにくいですよ ね、学校の帰りにいきなり。そうですね、うん、はい、でもやっぱりちょっと家出説も噂ではありました、うん、あったんですね、はい、うん、ありましたね、うん、あらゆる、あの、実はですね、はい、あと私が家の本ではですね、あの、めぐみちゃんもうね、あの、ありえない給食費を持ち逃げしたんじゃないかとか、そんなのあるわけないんですよ。あと、あの、はい、あったね、ありました、はいはい、そういうのも、そういう、ね、あ、はい、あと、あの、もう噂が噂を呼ぶみたいな感じですね、まあ、はい、同じバドミントン部で、うん、あの、新潟市の強化選手に選ばれて、それがプレッシャーで家出したんじゃないかとか、はい、そんなのありえるわけないんですよ。あ、はい、そんな、あの、少しの可能性ももしかしたらっていうのをこう、まあ、でもなんかこう、みんないろんな妄想、まあ、そんな40年前の話ですからね。はいはい、あの、私が、はい、私が読んだ本では、めぐみちゃんのすぐ近くの方で女子高生の方が拉致未遂に遭ってるんですよね。はい、はい、ああ、そうですね、それは噂では伝わってこなかったですか。直前だか、その、うん、そのちょ、それよりも少し前にね、はい、あの、そうです、そうです、そんなに時間かからずに、はい、まあ、僕たち の、 あの、同級生 の、 お、はい、方のお母さんが車の窓ガラスを少し開けて、おいでおいでって言われてたっていう、はいはい、そんな怖いシチュエーションもあったようで、はい、あの、金曜日によしと話したんですけど、不審な人、 もしかしたらその北朝鮮は何人か拉致しなきゃいけないっていうノルマがあって、焦ってそのめぐみさんを幼少の13歳なのに間違って連れて行ってしまったんじゃないかっていうのを話してました。はい、そうなんです。ただそれはね、うん、はい、そういう話っていうのはもう今だからこそあの想像がつくけれども、その当時は、はい、いや、夢にもやっぱり北朝鮮が拉致をする、他の国が、国が日本に来てあの人をさらっていくなんてことは全く想像してなかったですよね。できないです。しかもこんな近くで、はい、それはそうですよね、近くの国なのにね、はい、絶対そんなことって、うん、小説でも、はいはい、小説家でも映画でも思いつかない話じゃないですか。はいはい、そうですよ ね、 ね、そうだね、国内にね、うん、誘拐とかそういうことがあるかもしれないと思っても、はい、まさかね、うん、他国からっていうのは、そこはもう想像の域をはるかに超えていたので、はい、もう全然 、はい、そこまでは何にも想像してなかったですね。よし、はい、シェリーさん、はい、あの、大切なことは、あの、この世に、シェリーさん、はい、あの、大切なことはしていただいている、はい、こと、このツールも含めて大切なことはこう思いを個人個人の力を集めて大きな力にすることだと思ってます、はい、あの、それは同級生としての責任だと思ってますし、あ、はい、そうです、あの、ツイッターとかフェイスブックとか、あの、僕たちはあの、わざと、はい、マスコミもコンサートの後とかにも呼んで一緒にお疲れ様会に呼んで語って友人として取り込ませてもらってるんですよね。そして、あの、絶対あの心からの報道をしてね、はい、あの、マスコミはね、あの、もう何百万人も
何十万人も見てるんで、そういうこともさせてもらってるんです。でその NHK の東京の、ね、方もこの間あの内閣府に来てくれて、はいそうですね、固い握手をして、あの絶対7時のニュースに載せてくれってお願いして、はい、そしてあの7時のニュースに出していただいて、はいはい、まあ、そんなあの非力でも活動させてもらってるんで、 これを聞いていただいている方々も、はい、本当にあの思いを集めたいと思ってますんで、僕とあの池田正樹と吉田直也のフェイスブックにもぜひ、はい、よろしければ友達申請をしていただいて、あのいろんなフェイスブックとかツイッターとかこのツイキャスさんとか、あのいろんなツールを使って力を集めたいというふうに思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。あとごめんなさい、もう一つお話ししたいのが、あの、はい、皆さん、あの吉田正樹さん、あと、はい、もう一つお話ししたいのが、はい、どうぞ。あ、どうぞ。大丈夫ですか？はい。池田さん、大丈夫ですか？池田くん。はい、池田は大丈夫です。吉田は、吉井は大丈夫？大丈夫。はい、あ、もう一人誰か入ってきたのかな、はい、違うね。吉田は、吉井は大丈夫。あ、もう一人誰か入ってきたのか、違うね。あ、大丈夫です。あ、まだ吉井どうぞ話してください。はい、うん、はい、池のね、そのすごい豆なあの気持ちとか、あの人を取り込むことっていうのは本当に頭が下がるほどやってくれてるんですね。ただ、はい、一つだけ、はい、もう僕の中では正直なところ、はい、それを今、はい、本当にそれはすごい大事なことだと思います。ただもうそれをそういう時期じゃないでしょってことを政府に言いたいんですね。もう僕たちとかシェリーさんが今こうやって胸を詰まらせて涙してくれたように、国民の皆さんはもうすでにそういう思いは持ってるってことはもう十分もう分かってることです。それでさらわれた人を取り返すなんてことは当たり前のことなのに、それが40年もできていない、これを今さらまだ同じことをこう何回も何回も繰り返している時間はもう本当にないので、これはもう政府に直接ダイレクトに行くしか僕はもうないっていうふうに思っているんです。だから池田君のやってることはすごい大事、はい、それともう一つはもう本当にいかに安倍総理に訴えられるかっていうことを直接訴えて、直接もう安倍総理に飛行機に乗ってもらう、あの金正恩に会ってもらうってとこにどうやったらいけるかってことをやっていかないと、もう時間が本当にないという思いがあります。はい、本当そうだよね。うん、だからもう世論喚起とかっていうのはあの皆さん思ってて、はい、そのあの今こういうツイキャスとか例えばこういう場所を与えてもらいましたし、あの、はい、コンサートでも皆さん来てくれる、そういうなんていうの、思いはあってもそれをどこにぶつけたらいいかわからない人っていうのがすごい大勢いらっしゃると思うんですよね。で、はい、そういう場所を作るってことがものすごい大事だと思うんですけど、僕はもう一つ、はい、今もっと焦ってるっていうか、もう、はいはい、このままだとこの1年2年っていうのがもしかしたら茂さんたちが倒れちゃったりする可能性なんて明日かもしれないわけじゃないですか。だからもう、そうですね、はい、はい、もう直撃しないといけないんじゃないのっていう時期だと思うんですよね。だから早期解決とか通過させないとか、はい、そういうことを言ってる時期じゃないよねっていう思いがすごいあります。だから来年には終わってないといけない問題ですよねと自分ではすごい思うんですけどね。はい、よくわかります、はい、そうだね、
もう取り返しがつかない。それをこうどうやって政府を動かすかっていうと、こう輿論喚起で背中を押してほしいなんて言ってる政府じゃダメなんだよね、本当は。そうなんです。そう、意見の言ってる通りです。で、政府もそれは気づいてるはずです。だけどなぜできないでしょうか。そこがすごい闇の世界があるとは思いますけど。そうですね、僕は、はい、うん、あのなんかフェイスブック見てて本当に詳しい方とかいっぱいいらっしゃる。そういう方が、そうですね、やっぱり今の安倍政権では無理だよっていうようなお話をされます。それは多分当たってるのかもしれません。だけども今僕ができること、僕たちができることは、安倍政権にやってください、本当にやってくださいっていかに直接言えるか、もう今僕はそれしか考えれないんですよね。もう茂さんたちの健康状態の悪化を見てると。本当だよ。あのすいません、実はあの次の僕たちのこう仲間って言ったら失礼ですけど、あの朝顔の会の方々が催し物がありまして、1月5日から10日まで新宿の高島屋の11階で横田茂さんの写真展という名目名前で、めぐみちゃんと家族のメッセージっていう、そういう写真展をしますんで、で、まあ、そのパンフレットを加藤大臣にお渡しして、安倍総理も行くようにしますっていうふうにおっしゃってましたけど、ぜひ来てほしいなというふうに思いますし、ね、あのそこはあの有志が来るか分かんないですけど、こう待ち合わせしてでも、安倍総理とか加藤大臣と一緒に写真を見ながら、そんな場面を作りたいなというふうに僕は思ってます。一緒に写真を見ながら、そんな場面を作りたいなというふうに。そうですね、あの何年か前の写真展の時に、あの安倍総理が一回お辞めになった時にですね、あの、はい、写真展に来られていました。それで武井さんともお話ししてました。だからもしかしたらその5日あの日、あの池上彰さんとの対談もその日にあって、小池さんもその日、あ、そうだね、来られるそうなんですけど、うん、そういう時に、はい、うん、その時に安倍総理にもぜひね、あの時間があったら、あのその時は有志は行けるの？ゼロじゃないかもしれないと思いますね。僕はね、あのまだこれは全然多分、90% 無理だと思うんですけど、もしかしたらバイオリン弾いてるかもしれません。これはまだ全然未定なんですけれども、あのバックミュージック的に弾いてるかもしれません。わかりませんけど、まだそれは。吉田さん、確か安倍総理にお会いしたことありますよね。はい、その時偶然総理じゃない時でしたね、はい、総理じゃない時に、あ、なるほど、あのご挨拶、はい、あのまだご病気で一度お辞めになられた時に、はい、第一次安倍政権だと、はい、はい、そうですね、その時にご挨拶だけさせていただきましたけど、あ、はい、まあ、あの安倍総理は絶対覚えてないとは思いますけどもね、はい、でも早紀江さんとはもちろんずっとお話をされてます、はい、だからもう今いろんなあの詳しい方の知恵も借りてですね、どうしたら近道、一番近道ができるのかを教えていただきたいですね。アドバイスをいただきたいです、うん、ああ、そうですね、はい、まあ、あの私もいろんな意見は聞くんです。あの、はい、はい、うん、そうですね、やっぱりアメリカとの二国間協議は北朝鮮が望んでますので、はい、そちらの進展からだと日本政府が動きやすいんじゃないかとか、うん、まあ、トランプさんは一応ね、シリさん分かります、オバマさんと違って会、協議の用意があるみたいなことは言ってますが、シリさんは分かります、はい、はい、うん、
政府は本当にやっぱりその世論が持たないとなかなかその支持率に響くような大きな動きは、そうですね、一気にねやってくれないですね。本当に悔しい限りですが、そうですよね、そうなんですよね、そこがそこなんですけど、本当にね、はい、本当にそこなんですけど、一応掲げてるのは最優先課題と一応まだ掲げてブルーリボンバッジをつけてで、はい、ね、はい、僕たち同級生の一応、はい、どうぞよし、どうぞ、本当に最優先って言ってるけど、うん、加藤大臣だって兼務なんだよね。そう、拉致担当大臣オンリーじゃないんだよね。わかります。本当の最優先じゃないんだなってそう思っちゃうよね。いや、それはね、思います、すっごく思います。もうね、だけなんじゃないかって、吉田直也が拉致担当大臣になってほしいぐらいだよ。いやいやいや、吉田直也が拉致担当大臣、とにかくこの間の青山さんの投稿を見ても、拉致特別委員会を開いても、拉致のらも出てこなかったっていう投稿ありましたよね。ありましたね。うん、ね、ああいうのは、本当にやっぱり、何にもやってないから解決してない、やれば解決する問題だって言ってたけども、本当のところそうなんだろうなってちょっと思います。だけど今政治のことをよく分かんない僕としては安倍さんに言うしかないし、それしかないんですよね。悲しいかな。そうだよね。それであと内閣総務省にいた方からにはいろいろ僕はアドバイスをもらってるんですけど、どんな政治家だって人間なんですと、だから伝わるときには伝わるはずでしょって、僕はみんなにはそれは綺麗事とか青臭いとか思われるかもしれませんけど、結局は安倍総理の気持ち次第だと思うんですよ。そこを夢物語と言われようが動かしたいと思います。はい、わかります。はい、加藤大臣との面談の時に、はい、小泉総理の時にのように、うん、安倍さんに北に行ってもらえることはできませんでしょうかっていうふうに、うん、そのようなことを言った時に、はい、加藤大臣はその前にはこういろんな準備があって、はい、いろんなステップがあって、はい、それを踏まえていったんですっていうふうに言ったんですよね、うん、それをもう一回してほしいっていうふうに言ったんですけど、うん、なかなかできないっていうようなそんな回答だったかな。それをなかなかできないっていうようなしてほしいですよね。いや本当にそう、もうそれは、はい、どうぞなんかそんな会話だったよね、ヨシ。もちろんそういう会話して、1回目の時は小泉さんは多分お金で戻してたと思うんですけど、それを全部ミサイルとか核に使っちゃったから、次は今安倍総理は今できない状況なんでしょ。それは多分その通りだと思うんですけど、それでも心ある本気の政治家だったら何かしら方法がを見つけ出すのが本物の政治家なんじゃないですか。何でも今の時代本物が必要なんだと思うんですよね。そうだよね。本物がどこにいるのっていうこと、それがやっぱり僕は青山さんとかにはちょっとそういう気概を感じて、そういう人が他に政府にいないのっていうことだと思います。
それは安倍さんがやるべきなんじゃないですか、やっていただくべきなんじゃないですかっていうことだと思うんですよね。何が本当の最優先課題かって話だよね。全然最優先じゃないですよね。言ってくれてるだけでもマシだと思います。あの憲法9条かなんかで、まあまあうん、すごいデモがあったでしょ、あの学生たちのすごい盛り上がった あれでも全然やっぱり、ねうん、優先課題とかになっていないと何にも動かない。あのあれ見たときいくら世論喚起が盛り上がってても政府が認めない限りは何にも動かないんだっていうのはあの時すごい実感したんですよ。だから、うん、最優先って言ってくれてる間に何とか してもらわないと。そうだね、うん、そのあのこの間あの控室でお母さんに、うん、もうアピールのためならお父さんが今こんなどんな状態だっていうのも何言ってもいいですよっていうふうに言われたんだよね俺。あ、そう。うん。それは聞いてる方々に言いますけど、あ、はい、今140何人いらっしゃいますけど、今あの、まあ、お父さんとお母さんは川崎のマンションに住んでらっしゃって、あの実はお父さんは、まあ、あの入退院をされたりして、はい、そして今はあのデイサービスに通ってらっしゃるんですよね。それはあの佐紀江さんのなんていうか工数をこう、はい、削減するっていうかあのプレッシャーを少なくするために通ってらっしゃって、そしてあの2、3週間前にお母さんに電話した時には、はい、実のお兄さんが京都でも入院されたりとかされてて、まあ、お母さんはあのもうちょっとしたら2月で81歳になる昭和11年生まれのお母さんですけど、はい、その、まあ、お兄さんはこの間はあの老人ホームに入れてきて、さっき帰ってきたっていうふうに電話した時おっしゃってました。ですから そうなんです、それぐらいの年まで政府は任しほっといちゃいけないなっていうふうに思いますよ。あのもう、もうよしどうしてね、あの先さんよしが言ってるように、あのいつもステージの上でよしが言ってるように、もうテロの進行形なんだよね。まさにその通りで、あのいつもステージの上で吉が言ってるようにテロの進行形なんだよね。 まさにその通りで、しかもそれがもう限界、その佐紀さんは茂さんの病院まで行かなきゃいけない、京都のとこまでも行かなきゃいけない、もう世論喚起もだからもうできなくなっちゃっている。そうするとマスコミも取り上げないで日本になっちゃっているっていう、このもう本当今正直言って末期状態なわけですね。だから待っている時間が現実問題として不可能になってきているわけです。そのもちろん横田さんだけの話をするのはおかしいんですけども、今日はあえて本当申し訳ないですけど個人的なお話をさせていただければ、もう横田ご夫妻にはい、こう耐えられる時間っていうのはもう急激に短くなっているのを感じざるを得ないわけです。だから今までの時間がないって言っていたことと、これから先時間がないっていうのは全然時間の速さが違うと思ってるんです。なので世論喚起ももちろん大事、絶対それが原点ですけど、もういい加減にしてください、早く解決してください、もうそれでいかないと、僕の、まあ、同級生みんなそうだと思いますけど、ご両親が元気なうち認識ができるうちに会えなかったら何だったのってことになると思うんですよ。
いや、本当にそうです。すみません、分かんない方、ご存知ない方にお伝えしたいのが、ご両親は、分かんない方、1400回以上も講演をされてるんですね。ご両親は、もう、1400回お父さんは、講演をされてるんもう中学とか小学校とか高校とか、断られおずに、願いがあったら絶対行こうっていうふうにおっしゃってたんです。中学とか小学校とか高校とか、今は行けなくなっても、どれだけ不甲斐ないかなってご自分で思ってらっしゃるかなっていうのを思った時に、今は行け同なく級なっ生てはも余思ってらっ計、しゃるどれだけ不甲有志と、斐ないかなってそごして自分で思ってらっしゃる同か級生たちなって思ったと時に、尽力しなきゃなっていうふうに思ってま今す。は余計な、本当にそうですね、有志と、そういうふうにもう千何百回、400回以上も尽力しなきゃなって尽力思されってまて、す。昔だって小川宏師匠とかそにういうふうにもう若い千何ご百両回親が尽力出してなきたゃなって尽画力像しなきゃもなって昔だって小川目に宏浮か師匠びとまかすけど、若いご両親が出てた自分よりも大事な画像もそんな存在が、目に浮かびますけど、そうなんです。自分だがから、ふうに早紀江さんがね、生きてるうちに一目でいいから会いたいと、その言葉、本当にそれがもう保証そうがだないな。からね。もちろん早紀江さん人前に出てる時はお元気にされてますけど、しげるさんに関してはもう何年も前から歩くのもやっとで、その後打ち上げとか行った後はもうみんなで抱えて靴は履かせてあげないと、もう立てないし歩けないような状態でもう数年来て、ここそうだね。もううんここ1、2年はもうそれがもう急激にガクーンと老化しちゃったんで、もう本当にまずいわけです。まあ、ある意味当然ですよね、もう84歳ですから。もうなんでこんなにここまで世論高めなきゃ動かないとか、そういう問題じゃないと僕はちょっと思うんですよね。当たり前のことじゃないですかと。さらわれた当た人りを前のこ返とです、す、本当うに。ん、当たり前のこと、すっごい、もう当然のこと、なんでね、こんな世論喚起しなきゃいけないのっていう思いですよね。殺人の次に重1000名いのが近くいらっ誘拐しゃでしるわょ？けです。そうですよね、1000名そうです。近いその、人のこの小さな国命から、は、命、奪われて、もしかしたら殺され、明日にでも殺されるかもしれないのに。なんで、それ世論喚起も何もないじゃないっていうことじゃないんじゃないですかね。本当におっしゃる通りさっです。き言ったように、政府が背中情をけない押考すえのでをす。待ってるっていうのは変なんだよ。おかしいんですよ。それで一緒にありがとうございますって言われて、きょとんとするわけですよ。背中を押すのは待ってごるのは協力変しなんていだただいてありがとうございますって、僕ははっきり言ってきょとんですよね。え？そう、政府がやってくれないからやってるんで、それをありがとうございますって、正直なところ全然意味が分かんないですよね。本当だね。だから僕はちょっとごめんね、本当にこういうシェリーさんとかもこうやってやってくださってて、こういうのは絶対必要なんだけども、ある、もう反面、なんでこんなにこんなこと当たり前のことをやんなきゃいけないのっていう思いが一番強いですね。情けなさすぎるっていう本当によか、くわかります。幼そうだね。稚園生よいしでょ、も本当にわそうかだる、ね。当たり前すぎて、当たり前すぎる、ことを言ってる。それも毎年同じことを言ってる。毎年時間がないです、早く返してくださいって、当たり前じゃないですか、これ。なんでそれができないんでしょうかと。そんな状況の中で、吉田君はいろんな都市で、そんまあ、な新状潟況はのじ中めで、長野とかね、ところでやってるんで、僕は誇りの同級生なんですけど、少し、ちょっと個人的な話なんですけど、お話ししたいのが、
実は金曜日に加藤大臣にお会いしたんですけど、その前日に、夜中の12時ぐらいに今福島県の郡山に住んでるんですけど、38年か9年ぶり、中学1年か2年ぶりぐらいに、すごい明るい流れ星を見たんですよね。それは北朝鮮の方角だったんです。シェリーさんにはメールでお伝えしたかもしれないんですけど、皆さんに僕が見たんです。もうびっくりしちゃって、僕が見たんです。そしてごめんなさい、ちょっとうるさくてすいません。そしていえいえ、どうでもないですよ、いいですよ、はい。そのことを吉田君に話をしたら、実はそんな奇跡的なことがあるっていうふうに言っていて、はい、あったのは吉田君とは金曜日なんですけど、2日前に横田めぐみさんが、横田が日本に帰ってきたのをもう鮮明に夢で見たっていうんですよね。よし、その話をみんなに少しだけ話してあげてよ。僕はそのクリスチャンとかじゃ、まあ、ないって話はしたんですけども、ちょうどその2日前に珍しくですね、はっきりという長い夢を見たんですよ。それが、はっきりと覚えてて、めぐみさんが帰ってくる夢だったんですね。で、あ、よし、ごめん、もうちょっとマイクを口の前に、なんていうのかな、薄、口の前に来てるんだけど、口の前にダメかな、うん、これで聞こえますか。あ、大丈夫ですよ、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、はい、うん、大丈夫、ありがとう。本当に淡いグリーンと淡い、はい、水色の混ざったような、僕はちょっと見たことないような色の上着に白いスカートだったんですね、はい。それで、帰ってきて早紀江さんと抱き合うって、僕はなぜかめぐみとバスに乗ってる、そういう夢をすごい長い時間はっきりと見たんです。でその話を、はい、早紀江さんにしたんですね。そうだ、ヒロさんや内村か、早紀江さんが非常に驚いて、はい、早紀江さんがちょうどめぐみさんがいなくなった時に、はい、よく見た夢がまさにその色のコートを着ているめぐみさんだったそうなんですよ。あ、そうなんですね。その、はい、うん、その全く同じ色の服を着ためぐみさんを、はい、早紀江さんはそのいなくなった時見てて、僕はその数日前にはっきりとその色を着ためぐみさんが帰ってくる夢を見たっていうことは、はい、はい、もちろん偶然といえば偶然なんですけれども、僕自身もすごいあまりにも偶然すぎてちょっと驚きましたね、うん。これは全然解決とか現実の問題とかじゃないんですけど、そういうのとか、ごめんなさい、そうだね、シェリーさんとこうやってね、ツイキャスで出会うっていうことにしても、なんかこう目に見えない力っていうのが絶対働いてんだっていうのは感じますよね。そういう話をしてました。しかもね、ユシはその夢が結構長い時間の夢だったんでしょ。しかもね、ユシはその夢が長かったね、結構長い時間の夢だったんでしょ。で、普通は忘れるけど、その夢ははっきりと鮮明に覚えてたんで、あ、はい、ですぐ早紀江さんにファックスしたんです。あ、なるほど、はい、うん、そしたら早紀江さんはもうびっくりされたっていうことだったの。その
まさにその色の服を着てるめぐみちゃんをずっと夢で見ていたんだっていう話だったんで、うん、あ、はい、薄い緑色と薄い、まあ、政治色だったよね、名前がね、まあ、いわゆる政治色だね、そうだね、はい、で、あの、ほん、そうだったのかっていうのは、その後会食した時に、はい、ネットで、あの、スマホで政治色をこう僕が、あの、まあ、検索して、こんな色でしたか、はい、っていうふうにお二人に見せしたら、はい、そうなんだって言ってたんでね、あの、奇跡で解決したくはないですけど、絶対ね、そんなことは、奇跡は起きると僕は思ってるんで、もう、あの、どんな時にでも絶対失ってはいけないのは希望だと思うんで、そうですね、あの、本当にその通り、はい、そうですね、あ、はい、もう、あの、39年でいう年月を思えば、はい、もう人生の半分、はい、早紀江さんご夫妻にも、あの、他の拉致被害者のご家族にも、ね、あの、本当に長い間人生の半分ぐらいこんな辛い思いをさせてる、なんとも言えないことなんですが、はい、絶対に最後の最後へと諦めることだけは、あの、いや、そうですね、まあ、はい、本当にそう思います、はい、諦めたらいけないし、こういう、はい、あの、池田君とかシェリーさんとかそうやってね、もう丁寧に丁寧に一つ一つやるってこと、これをやらなくなったらこれは見捨てたと同然だと思う、まさに本当にそう思うんですね。だからそれはもう絶対にやっていかなきゃいけないことだとすごい思います。それと同時に、いや、実は、はい、はい、どうぞ。あ、いやいや、すみません、今ね、若い方でね、拉致問題知らない方も いらっしゃるんですよ。そうですね、本当にね、うん、あの、情けないことなんですが、それだけ日本の政府もやってない証拠なんですが。そうなんです、はい、あの、若い人が知らないのは当たり前ですよね。もう39年、40年前の話ですから、それを知らせなきゃいけないってことは、もうそれも本当に大事なことだと思います。だけどそこをしなくちゃいけないこと自体がもうおかしすぎますよね。40年もかかって若い人に知らせなきゃいけないとか、風化させちゃいけないことなんて、だってこんな当たり前のことができてないことがおかしいっていう、その原点をもっと、あの、なんて言うんでしょう、を訴えていかないといかんなと僕はちょっと思うんですよね。風化しさせなきゃいけないって言われたり、はい、早期解決って何と思いません？無知じゃないですか。あの、どこが早期なんですかって。本当にそうですね。もう全然早期じゃないんですけど。はい、全然早期じゃない、はい、うん。その辺をよくね、あの、毎年作文、なんか原文が決まってんじゃないかっていうぐらい大臣が変わっても同じセリフなんですよ。はい、うん、うん、そうですね。毎年同じ繰り返しですね。毎年同じセリフ。はい、はい、はい。ちょっとだけで、俺自身も僕自身もこう訴えるとき同じことを言うしかない。何も変わってないから同じことを、ちょっと酒屋さんもそうですね。同じことを言うんだけど、それをちょっとだけ表現を変えて言ってるだけで。はい、はい、もう本当ただ、吉田さんはっきりおっしゃったんですよね、はい、妄想のセリフ聞き飽きましたと。はい、言ってしまいました。いや、もう言ってよかったと思います、はい、本当に、はい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 、でももう本当にそれ当然のことですよね。あの、ユシ、はい、あの、ユシは、あの、うん、さっきの僕が流したあの、早紀江さんの、車の中での録音のやつは聞けた？聞いた、聞いたよ。あ、ほんと？聞いた。あ、よかったよかった。うん、うん、うん。あの、実は、あの、はい、このツイキャスで出たり入ったりするんで、もう一回だけ流したいなと僕は思ってて。はい、あ、なるほど。はい。
もう一回だけ。もう一回出るとまた入るのがね、俺時間かかるかも。あ、そう。あ、多分ね、大丈夫。そのまま聞いてくれ。吉田さんいらっしゃっても大丈夫だと思います。大丈夫？はい。大丈夫？はい。はい。はい。すいません、なんでもう一回だけ。池田さんが、いいよ、あのめぐみさんのお母様の横田早紀江様からあの預かってきていただきましたあのメッセージをもう一度流してくださいますので、あの皆さん、なんであの皆さんあのお聞きください。はい、聞いてくださいね。ぜひお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私はあの北朝鮮に拉致をされた横田めぐみの母親でございます。日頃は本当にたくさんのお世話になりましてありがとうございます。今日は拉致担当大臣の加藤大臣と内閣府で、会う日を備えていただきまして、新潟からは懐かしい中林先生、そして吉田直也さん、池田さんやお友達たくさん来てくださってですね、皆さんと一緒に加藤拉致担当大臣にこの拉致被害者の救出のために一生懸命に訴えさせていただきました。皆様方のこのことに関しての感想もたくさんお渡しすることができました。で、安倍総理にもそのことを伝えてくださいと言って、みんなで一人一人が熱心に請願っていうかお願いをしてまいりました。40年もかかって今も新潟のあの松林とか海岸とか、めぐみたちが歩いていた道とか、私たちがどこに行ってもどこに転勤をしてもその場所が忘れられなくて、とっても悲しい思いでしか思い出せないんですけれども、あそこから消えてしまっためぐみちゃんを何とかして日本に取り戻したいという思いで、たくさんの被害者とともに早く助けてくださいと言い続けております。本当にこのようにいつも私たちを励まし助けてくださる皆様に本当に感謝をいたします。これからどうなるか分かりませんけども、みんなが元気で子どもたちを待っていてあげようと思っております。一日も早く帰国が叶いますように、どうかご尽力くださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお聞きいられたと思いますが、早紀江さんは国に対する恨み事も一切おっしゃっておられません。そうですね、ひたすらお願いと。そうですね、はい、感謝のお気持ちと、ご尽力賜りますようにという本当にお願いと感謝しかおっしゃっておりません。そうですね、39年も大切に育ててこられた娘様を、あの国の好きなような工作の教育者に育てるするために育ててこられたわけではありません。それを取り返しに行けないこの国のことを本当は恨んでらっしゃる。早紀江お母さんは北朝鮮を全然恨んでないんですね。はい、早く解決して両方の国が、両方の国民が特に、ね、幸せになってほしいっていうふうに、早く国交、ね、食料とか医療品とか援助してあげたいっていうふうに早紀江さんは思ってるんです。心から思ってるんですよ。そうなんです、北朝鮮の人にも幸せになってほしいと思ってるんですよ。そうなんだよ、さっきも言いましたけど、大切なってほしいです、うん、そこまで言ってるんです。本当に個人個人の、はい、で
僕たちも同級生非力ですけど、思いを集めて、大きな力にしたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。いや、本当にそう思います。本当にそう思います。それで、はい、さきえさんが、はい、すみません、聞きたかったです、残念ですって書かれた方がいらっしゃるんですが、先ほどのさきえさんのメッセージは、はい、皆さん聞こえにくかったでしょうか。大丈夫ですか。聞こえましたでしょうか。一応、今日のツイキャスの放送は、YouTube の方で、アップはしますが、あ、聞こえましたと。ハウリングがひどかったですか。クリアでした。あ、人によって多分声方がちょっと違うかもしれませんが、もしよかったら、いえいえ、どうでもないです。ハウリングで聞けなかった方がいらっしゃる。あ、すみません、 YouTube アップしますので、もう一回よかったら YouTube で、ごめんなさい、聞いてくださいね。私が、Facebook と、それってシェリーさんが YouTube にアップしてくれる、出しますので、はい、ありがとうございます。シェリーさんが YouTube にアップしてくれる。あ、そうなんです、そうなんです、はい。あ、シェリーさんの声が聞き取れない、聞こえませんか。大丈夫ですか。なんかね、このね、ツイキャスっていうのは配信側と聞いていただいている側がちょっと、聞き取り方が違う時があるので、はい、すいません。それぞれのね、環境に、電波状況とかによって、はい、そうなんです。はい、なるほど。だいぶ前から何も聞こえん、ね、あ、聞こえない方もいらっしゃる。そうなんですね。油脂は無線LANなんですかね。多分そうです。うん、すごい、多分そうです。だから全部聞こえてます。わ、はい、かりました、はい、あ、よかった。で、はい、これ聞いてくださってる皆さんは本当にありがたいですね。はい、本当です。ありがたい。月さんもありがとうね、本当に本当にありがたいです。あ、いやいやいや、とんでもないです。本当ね、こういうのがもう、うんうん、はい、僕たちの本当に背中を押してくれてるんですよね。うん、いや、もう背中を押すだけじゃなくて一緒に戦います。はい、そうだよ、はい、そうですよね。はい、それが、はい、背中を押すんじゃなくて、はい、一緒に握手しながら行こう。そうですね。いや、もう、はい、頑張ります、本気です。はい、で、シェリーさんたちの、シェリーさん、ありがとう、はい、とか月本さんとかその周りのお友達の方々のね、書き込み見てると、やっぱり、そうなんだよ、また全然別次元の投稿が入ってくるわけですよ。本当に詳しい方とか、そういう方たちの知恵とかね、借りて、本当にアドバイスが欲しいです。ご指導していただきたい。どうしたら早いの、今一番早くね、いけるのかっていうこと、もう来年にまず区切って、来年目標で行きたいです。何にも具体性がないから、心一つです。うん、はい、はい、もう具体的な目標がないと、まあ、私は、はい、そうですね、ずっと活動されている特定失踪者の方を取り戻す活動されている方は、はい、もうとにかく周知と、拡散と、あとは北朝鮮に対するもう制裁を民間からもやると、はい、はい、そうね、今度特定失踪者の調査会の村尾さんにもここを出てもらいましょう。はい、出てもらいましょう。あ、はい、ありがとうございます。たまたま同い年で、はい、彼は専務理事で、はい、いらっしゃいますね。はい、それでちょっと僕からお願いしたら多分快諾だと思うんで。はい、ありがとうございます。よかったら池田さん、その時一緒によろしくお願いいたします。あ、そうですね、ぜひぜひ、はい、それでね、シェリーさん、池田さん、皆さんね、はい、はい、池田さんとシェリーさん、ごめんなさいね、はい、うん、俺それもすごいわかるし、そうしてほしいと思うんだけど、それと同時に思うのは、うん、はい、ね、経済制裁とかするじゃないですか、
ね、うん、だけど今、はい、平壌でも電気が通ってる時間が2時間だっていう話で、そうだね、ね、そこには横田さんもいるわけじゃない、で拉致された人もいるわけじゃない、それでさらにここでね経済制裁して一緒に苦しむわけですよ、あの行ってるし、さらわれてる人も。だからね、俺自身としてはすごいそういうのも複雑な思いで、あの それしかないと思うけど、すごい複雑な思いになりますね。あのね、僕はね、うん、あの、ね、よし、あ、ごめんね、シェリーさん、あのよしと話させてほしいんだけど、はい、あのこの場で、ね、はい、こう経済のこうそんなのをした方がいいって人と、あとあの経済をこう支援した方がいい人と いろいろいて、どっちが本当か分かんないけど、僕はもう例えば食料の支援を、日本が余ってるこう支援、食料支援をもういっぱいしていっぱいして、向こうの国民たちが力をつけてっていうのかな、ちょっと表現よくわかんないですけど、それで違う国になってほしいなっていうふうに思うんだけどね。それはまあ理想だよね。だから本当そう、だからお米をあげたりとか電気を流すようにとか、そういうのでも金正恩がきっと止めちゃうわけじゃない、今の状況で言えばね。余るぐらいにあげたいとかね、うん、だからもうすいません、あのうん、はい、うん、過去も食料支援とかは日本はしてますね、すね、お米の支援とか全部ね、交換ですが、あれもね、まあ、はっきり言い切りませんが、政治家がキックバックとかして抜いちゃうんですよ、そうですよね、はい、でもう朝鮮労働党とか、うん、あの軍な、そうそう、政府の中枢しか渡らないんですよね、うん、ですよね、はい、そうなんですよね、うん、もう政府の中枢にもあまり余るぐらいのことをやった方がいいんじゃないかなと思ってて、僕は。あまり余ったらね、ちょっと転売して、そっちも軍備の強化に持っていくような気がしますね。いろんなルートを確立しなきゃいけないのかもしれないですね。まあ、あの国はね、っていうかもう本当に何でしょう、この世界は ね、 ですね、国連も完全な機能はしてませんしね。そうやってる感だけで、それはもう哲也君、拓也君が言ってました。結局は、はい、とにかくあの本当の心のあるリーダー、政治家に、政治家にいてほしいですね。もう そうですね。それをまた選挙とかなんとかっていう待ってらんないんで、もう今安倍総理にやってもらうしか本当にないんですよ。僕はそう思います。そうだね。はい、うん、はい、だけどあのそうですね、もうあの本当に遠回りしたくないのも分かるんですが、遠回りのことも一応やっていかないと、はい、そうですね、あの一気に動かないのも現実なので、だから皆さん、はい、あのね、年明けにももしかしたら解散があるかもしれない、そうだね、候補者の方に拉致問題について問い詰めてくださいね、拉致問題についての見解がない限り、あの候補者に投票できないと、あの候補者の意見は政治家を変えますし、はい、必ずそういうことが政策に上がっていくような形にならないとおかしいと思います、本当に。あのさっきからあの携帯を見ながらですけど、あのたくさんの心あるコメントをしていただいている方々が本当にいっぱいいらっしゃって、あの、はい、本当に皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。心から感謝します。それは僕も本当に同じ思いです。本当にありがとうございます。いやいやいや、もう私たちとあのの問題です、これは。はい、池田さんと吉田さんに辛い思いをさせてしまう問題ではありません。あの僕たちはね、そんな辛い思いをしてないし、辛い思いをしたとしてもそんなの当事者に比べればもうそんなことないんです。そうだよね、よし。でも
もちろんですね。それはあの比べ物にならないわけじゃないですか、その当時でも。もちろんだからシェリーさんの言ってることも、あの池田君の言ってることもすごいよくわかります。うん、だけどもうとにかく、とにかく時間がない。え、吉田さん、ちょっと声が聞こえなくなりました。もう仕事ができる感じ、はい、大丈夫です、はい、あ、聞こえます、はい、あのみな、そうですね、あのシェリーさん、あのヨシ、あの、はい、ね、当たり前の、うん、はいはい、あの本当はね、あの10時から1時間の予定がもうすぐ2時間になっちゃいますけど、皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。そうだね、終わり。いやいや、あのシェリーさんもね、明日、すいませんです、あの朝早いのにすいません。あ、いやいや、とんでもない、それは全然。あ、本当すいません、本当すいません。いやいや、もうでもね、あのなんていうんですか、よくある既存メディアのインタビューで答えるのよりは、うん、かなりあの吉田さんも池田さんにも、はい、本音の部分の気持ちがお聞きできたので、それがあの余計に、聞いていただいている方にはもう何とも言えない心の中にあの刺さったと思います。あのこれが、いや、はい、あの本当にあの佐紀江さんはじめ、あの拉致被害者のご家族の方の代弁だと思います。いつまで待たせるんだと、何十年経ってると思ってるんだと、そうですね、どうなってるんだこの国はと。本当にそうですね、うん、はい、はい、いくら相手が非常識な国であっても、はい、40年は言い訳がつかないと思います。本当に本当にそうですね、絶対に、はい、はい、私はどんな常識が違う国であってもそれはもう言い訳はできないと思います。自分のことばっかり考えてる国は絶対滅びます。短期間で滅びますよ。日本のようにな。と同時にやっぱりこれだけ、そうだね、うん、いいよ、これだけかかってるってことは、そのシェリーさんとかはだいぶご存知だと思うんですけど、すごい闇の世界があって、 そうですね、それは日本にもあるんだっていうことは、はい、うん、すごい感じますね、はい、うん、だから日本の中にもすごいその怖いものが渦巻いているっていうのは、渦巻いているっていうのはすごい感じます、はい、ちょっとね、ここだけの話なんですけど、あの吉には少し話したかもしれないんですけど、はい、まあ、今の郡山にいて、はい、ちょっともしかしたら新潟で、近い将来に僕もあの政治家になって立候補しようかなと思ってる思いが少しあって、あのちょっとまだ固まってないんですけど、その時にあのまた お伝えしますんで。はい、それは期待してます。ありがとうよし。あ、それ、うん、そ、だ横田めぐみさんとか拉致問題に関しては池田君がなる前にですね、そうだね、それはもちろんだね、解決してもらわないと困ると。それはもう病態のね話なんで、うん、そうだね、でもその池田君みたいなその本当に気持ちがある人、それを今の政治家の中からも探し出したいですよね。でその人に訴えていくっていうのがやっぱり 今のが一番の近道なんじゃないかなって思います ね、 そうだね、うん、分かったよ。だから願わくは加藤大臣ね、加藤大臣さんがあって、そうそう、ああいうのが本当に伝わって安倍総理に伝わってくれるのがいい、言いたいことがある人がいっぱいいると思うけども、本当だよ、今は
最速の解決の道だと。そうそう、無理だよって言っちゃえばそこで終わっちゃうから、ね、僕たちはもう本当に最速を望んでるからね。あのそんな中であのシェリーさんとか月さんとかね、本当に最初に一番最初に言ったけどありがたくて、このツールが。いや本当にそうです。すいません、私は一般人だから本当に微力で、あのとんでもないです。キャラさんありがとう。できないんですが、でもいや、こういうことをやってくれてるってことはもうすごいことだと思います。で、皆さんがこうやって書き込みをしてくれてる、これは僕たちには全然できなかったことなんで、コンサートやったってさ、ね、やったって言っちゃいけないな。でもこう広がり方っていうのは限度がある。そういうのがやっぱりこうやっていろんな方が協力して拡散してくれる人が増えるってことはものすごい励みになりますよね。あの心から感謝ですよ。本当にまだ少しは、いやいや少しはあの、あのいやいや本当にもう本当に微力で申し訳ないです。でもあのね、すごく真面目に必死に取り組んでる人はすごくたくさんいるんです。はい、でそういうまだ希望がたくさんありますので、本当の、はい、仲間になりたいです。あ、はい、皆さん、皆さん仲間になってくださいね。で、あのね、私たちの声がね、新しい、何かを生み出す希望にも、気がします。あの、うん、皆さんの原動力にも、はい、はい、あの どうしてもね、ね、本当に厳しい戦いなんで、みんなの励ましは絶対必要なんですよ。そうですね。で、はい、はい、あの皆さんのコメント一つ一つもこうやって池田さんと吉田さんの、はい、あの、はい、お力になりますから、はい、あの、本当にそうです。毎週ありがとうございます。あの奪還するまで必ず、あのね、よし、あのシェリーさんの、うん、ツイッターのフォロワーって8000人もいらっしゃるんだって。あ、いやいやいや、なんかそれは月本さんから聞きました。あの、シェリーさんは、うん、あ、ほんすごい人なんだよね、うん、本当シェリーさんありがとう、本当に感謝です。すいません、すいません、すいません、いえいえ、とんでもないです。はい、はい、すいません、いえいえ、あの、でもごめんなさい、限界があって、あの、もっともっと何百人も、あの、この放送を聞いていただきたかったんですが、でも、あの、そういうふうになっていくようにやっていきますので、はい、と、あと、それと、あの、ね、吉田さんとか、あの、池田さんのされてるコンサートよりも本当に小さい規模で、もしましてや一般人の配信なので、集まる人の限界もありますが、でも、あの、聞いていただいている方の響き方は、はい、あの、はい、すごく真剣なんですよ、本当に。そうですね。一人一人の方、皆さん、はい、あの、熱いものがありますので、はい、もう本当に心に来ます。はい、本当に心に来ます。はい、あの、はい、あの、励まし、してください。はい。本当にありがとうございます。はい、いやいや、とんでもないです、はい、じゃあそろそろ、そうですね、締めますか、ね、はい、すいません、あの途中延長のご挨拶もしませんでしたが、あの池田さんと吉田さんに、あの貴重なお話、たくさん、はい、本音の部分、もう心のね叫びを聞いていただきました。で、最後にもう一度音声をと、月光さんがおっしゃってていますので、最後にもう一度先井さんの音声をお聞きしたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。すいません、私が落ちる前に、すいません、簡単に来週の告知をさせていただきます。はい、あの、来週はクリスマスなんです。あの、私と、聞こえなくなりましたよ。うん、大丈夫大丈夫大丈夫ですか、はい、うん、月さんでお休みしようって私、はい、あの月と話すっていうのもなんだから、うん、ああ、うん、切れますか、大丈夫ですか、はい、あの俺たちで配信しようってことで、うん、聞こえないです、ダメですか、すいません、私の声聞こえますか、
ためなのかな。大丈夫です、聞こえてます。あ、うん、聞こえてます。まあいろんなあのネットワーク環境があって大丈夫でしょう。聞こえますか。はい、あ、すいません、なんかごめんなさい、すぐ落ちますので、大丈夫ですか。今告知の部分簡単に言いますね。え、また聞こえない、ダメですか。今どうでしょうか、聞こえますか。大丈夫です、聞こえますよ。僕は池田聞こえます。あ、 OK と、はい、すいません、来週はあの誰かにあのすいません、ちょっとお願いするのも25日ということで、私と月さんが、今年を振り返って配信してくださった方の、お話を振り返ったりとかして放送したいと思います。まあ、25日ということで参加できる方よかったら参加してください。よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、よしと僕でね、お伝えしたいことが少しあったら途中からお邪魔させてください。あ、いつでもいつでも、もう本当にいつでも来てくださいね。本当にありがとうございます。はい、では皆さんありがとうございました。私はそしたら落ちますので、はい、落ちます。じゃあ、最後に、はい、もう一回早紀江さんのお話を、あ、はい、流して、池田さん、そのまま切り、その前に、吉田さんに落ちていただいて、池田さん最後一人残った状態で、はい、配信してほしいみたいなんですが、あ、そうですね、はい、酒井さんのいいですよ、はい、分かりました。すみません、では私が先に落ちます。皆さんありがとうございました。その次僕を、池田さんと吉田さん本当にありがとうございました。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。失礼します。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。コメント本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。じゃあ池田君、あとよろしくお願いします。はい、了解です。はい、こんにちは。私は日頃は本当にたくさんのお世話になりましてありがとうございます。今日は拉致担当大臣の加藤大臣と内閣府で会う日を備えていただきまして、新潟からは懐かしい中林先生、そして吉田直也さん、池田さんやお友達たくさん来てくださってですね、皆さんと一緒に加藤拉致担当大臣にこの拉致被害者の救出のために一生懸命に訴えさせていただきました。皆様方のこのことに関しての感想もたくさんお渡しすることができました。で、安倍総理にもそのことを伝えてくださいと言って、みんなで一人一人が熱心に請願っていうかお願いをしてまいりました。40年もかかって今も新潟の松林とか海岸とか、めぐみたちが歩いていた道とか、私たちはどこに行ってもどこに転勤をしてもその場所が忘れられなくて、とっても悲しい思いでしか思い出せないんですけれども、あそこから消えてしまっためぐみちゃんをなんとかして日本に取り戻したいという思いで、たくさんの被害者とともに早く助けてくださいと言い続けております。本当にこのようにいつも私たちを励まし助けてくださる皆様に本当に感謝をいたします。これからどうなるか分かりませんけども、みんなが元気で子どもたちを待っていてあげようと思っております。一日も早く帰国が叶いますように、どうかご尽力くださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。失礼いたします。